えーっとここまでがです、ねまあ、いわゆる、あのー、サイバー犯罪でも典型的な、ね、コンピューターのデータを壊したりとかそっち系ですけども刑法にはですね他にもです、ね、関係するのがありまして特にです、ね、サイバー犯罪としてです、ね、重要に、えー、非常に、えー、大事に取り扱われているのがです、ね、このわい物です。 刑法はですね普通のわい物についてはですねわいな文書図がその他のものを頒布し販売しまた公然と陳列したものはですね2年以下の懲役また250万円以下の罰金もしくは科料とで販売の目的でこれらのものを所持したものを同様とするというふうに書いてあってじゃあわいなものって何ですかっていうところはですね刑法には詳しくは書いていません。そそれはのの時代の背景に応じてですね どこまでがわいせつでどこまではそうではないかというのはですね変わっていくこの条文そのものは昔から変わってないんですけども何がわいせつ物かの判断基準はですね明治時代と今では全然変わっているとでそれに対してですね、えー、と最近あの単なるわいせつ物とは違って非常に国際的にですね <laughs>、えー、大事な取り扱いをされているのがです、ね、この児童買収それから児童ポルノに対しての刑罰で。 えー、自動ポルノを頒布し販売し業として貸与し,て対応しまたは公然と陳列したものは3年以下の懲役または300万以下の罰金ねそれからえ自動ポルノを製造所持運搬輸入輸出ですね。はい、それから 販売、販布の目的で外国に輸入しまた外国から輸出,輸出した日本国民もですね、いいですか、えー、と日本の外で自動ポルノをです、ねえー、よその国からまた別の国へ動かしただけで、ですね日本国民は、えー、アウトというふうになっていますあの。今、自動ポルノに対しては国際的に非常に厳しい目が注がれているので、皆さんもですね、あの 冗談で、えー、預かかってただけですでですすは済まないらも日本はまだそれでもですね国際的常識からするとかなり緩い方と言われててうっかりですねそういうものを、ね、パソコンに入れてどっかの国に行ってそこで何かの拍子に見つかってしまったら、ね、非常に重い刑罰に処せられるかもしれませんので。えー あのまあ、そういうのが趣味の人いないと思いますけどね冗談で持ってるってもだめですからそれだけは気をつけてください。はい、あと、ですねこの同じ時にです、ねこのですね、平成2011年の刑法改正ですね、まあ、いくつかあのわいせつ物のです、ね、扱いについて、まあ、少しこの新しいです、ね、インターネット対応で,です、ね、条項が追加されています。 ここまでがですね、刑法に書かれていることなんですけど、